こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では2021年今年買って良かったものベスト7というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。今年もですね、残すところあとわずかとなったわけですが、皆さんもですね、今年の振り返りなどをしているかなと思っているんですが、僕自身もですね、今年いろんな買い物をしてきたわけで、皆さんにもですね、僕の私物いろいろとですね、ご紹介してきました。そんな中で僕自身が買って良かったなと思うものをですね、今回は皆さんに7つご紹介をしてみたいなというふうに思っています。実際にですね、こちらに並べてあるわけなんですが、こう見てみるとですね、色合いとしてはブラックだとかグレーだとか、あとはベージュなんかが多いわけなんですが、今年を象徴するような僕にとってはですね、アイテムが多いので、よかったらですね、皆さんも参考にしていただければなというふうに思ってます。今回はですね、結構量が多いので、前置きはこのあたりにして早速行ってみたいなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に今年買ってめちゃくちゃ良かったなと思っているアイテムを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、僕の YouTube チャンネルの中でももう大定番と言えるようなユニクロの中から選出したいなと思ってるんですが、今ですね、着てるこちらの今季のプラス J のですね、シャツアウター、これはですね、めちゃくちゃ良かったですね。ユニクロの中で一番何が良かったのかというのをですね、聞かれたら、僕はこのアイテムをあげたいなと思うんですね。決して派手さのあるものではないですし、まだですね、お店にも置いてあるかなと思いますし、オンラインでも在庫があると思うんですが、このアイテムはですね、地味に強いかなと思ってるんですね。特にですね、今年は結構丈の長いアウター、ロングコートとかもですね、定番的にあるんですが、それに加えてショート丈というか、そんなに丈が長くないアウターが増えてる印象があるんですね。代表的なのはバブアーと呼ばれるですね、英国ブランドがあるんですが、そこのビデールだとか、お尻がちょっと隠れるぐらいの丈のアウターがですね、大流行したわけなんですが、その流れの中にあるのがですね、こういったちょっとこう短めのアウターですね、シャツアウターと呼ばれたりだとか、あとは CPO ジャケットだとか、そういったものなんかがですね、やはり今年も継続して人気なわけなんですが、その中でもですね、このプラス J のシャツアウターはめちゃくちゃ良かったですね。色はダークグレーを選んだわけなんですが、この色合い自体もやはり今年を象徴するようなものかなと思ってまして、ブラックだとかネイビーだとかそういった定番色もいいんですが、このダークグレーの都会的なシャープの雰囲気もすごくいいですし、シャツアウターと言いながらもですね、しっかりと生地は厚めで、コートぐらいの厚みあるかなと思うんですね。ですので、動画を今撮影している12月下旬でも、なんだかんだでこれを着てですね、外に出ること少なくないんですね。内側を着込んでしまえばまだ使えるかなと思うので、これはですね、リアルタイムでガンガン使っている僕のすごくお気に入りのアイテムかなというふうに思ってます。ユニクロのアイテムというのは僕の動画の中ではよく出てくるかなと思うんですが、本当におしゃれが苦手な方、初級者の方にとって使いやすいものが圧倒的に多いんですが、プラス J だとかユニクロ U だとか JW アンダーソンみたいな、こういったコラボレーション企画というのはですね、やはりこうおしゃれが好きな方であってもかなりですね、満足度が高いかなと思うんですね。かといってデザイン的にぶっ飛びすぎていないのが、やはりユニクロのさじ加減のうまさかなと思うので、ぜひ皆さんにもですね、こういったプラス J のアイテム、まだですね、在庫があるかなと思うので、チェックをしていただければなというふうに思っています。ちなみに内側に着ているこちらもプラス J のですね、シャツアウターなんですね。ポケットがついていて、これ単体でも楽しめますし、重ね着のパーツとしても使えるので、意外とですね、この2つすごい良かったので、両方ともまだウェブで売ってますので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちらのですね、いわゆるマウンテンパーカーと呼ばれるものですね。これがですね、なかなか良くて、結構ガンガンに来ましたね。アンドワンダーというブランドのもので、僕はこういったマウンテンパーカーだとか、いわゆるナイロンジャケットみたいなものは大好きで、いろんなものを買ってきて、去年はですね、アークテリクスというブランドのスコーミッシュフーディーというものがですね、すごく良くて、ガンガンに着ていたんですが、そろそろ違ったものも着たいなということで、少しですね、デザイン的に特徴があるこのアンドワンダーのものをですね、購入したわけなんですね。アンドワンダーというと、登山用のですね、ウェアなんかが得意なんですが、
ちょっとデザインが特徴的で、このアウターに関しても結構ステッチがですね、ちょっとこうアクセント的に効いてるようなアイテムになってまして、あとは襟が高かったりだとか、あとはこのブランドのロゴなんかもちょっと可愛くてですね、他にはないようなこういったマウンテンパーカーを展開していまして、個人的にですね、買って、これがなかなか良かったなと思ってます。まあ、正直ですね、これを買おうか、もう一つ迷ってるものがありまして、先ほども名前が出てきましたが、バブアーというブランドがあるんですが、その英国のですね、老舗ブランドとアンドワンダーがコラボレーションしたアウターがあるんですね。それがですね、めちゃくちゃかっこよくて、そちらを本当は買おうと思って行ったんですが、その時にたまたまこちらのですね、マウンテンパーカーを見つけてしまって、散々迷った結果、こちらを買ったんですね。ただ、後から思い返してもですね、あのバブアーとのコラボレーションのモデルもめちゃくちゃいいなと思ってまして、今後買い足す可能性もあるかなと思ってるんですが、アンドワンダーというブランド、結構ですね、クロート向けのブランドではあるかなと思うんですが、まあ通常のアウトドアブランドだとか、スポーツブランドにはないようなデザイン性の優れたものをたくさん出してるんですね。まあ先日ユニクロとコラボレーションしたホワイトマウンテニアリング、このブランドもですね、結構アンドワンダーと近い立ち位置かなと思うんですが、この2つのようなスポーツミックスを楽しみながらもですね、結構デザイン的には特徴のある服というのは、個人的にはですね、現代にはすごくフィットしてるかなと思うので、来年以降もちょっとチェックをしていきたいなというふうに思ってます。なかなかですね、買いやすい価格帯ではないかなと思うんですが、こういったナイロンジャケットだとか、マウンテンパーカーって、一度買えば結構長く使えるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、今はですね、冬なので、ちょっと季節的にはなかなか想像がしにくいかなと思うんですが、こちらはですね、グリーンレーベルで購入した、まあオープンカラーシャツですね。これもですね、動画の中で散々使い倒したので、皆さんもご存知かなと思ってるんですが、今年のですね、僕の YouTube のトピックスとしては、まあこういったですね、ブランドさんとのコラボレーション企画をですね、やるようになったということなんですね。その中でも僕にとって一番相性がいいですね、グリーンレーベルさんとのコラボレーションは結構な回数を重ねたと思ってるんですが、その中でもナンバーワンを上げるとしたら、このオープンカラーシャツが一番良かったかなというふうに思ってます。まあデザイン的にはすごくオーソドックスなんですね。サイズ感も、まあ適度にですね、ゆとりはありますが、決してですね、トレンド感満載の超ビッグシルエットという感じではないんですね。ですので、僕らのような30代、40代の男性にも着やすいようなサイズ感になっているんですね。そして何と言っても見逃せないのは、この色ですよね。色が良かったですね。まあこれはですね、まあダークグリーンに近いような色合いで、近くで見るとですね、ちょっとムラ感があって、この色の出し方が何と言っても絶妙で、すごくですね、仕上がりが良かったかなというふうに思ってます。まあ、このようなオープンカラーシャツで言うと、やはり定番はブラックですとか、ネイビーですとか、あとはライトグレーですとか、もしくはもっと定番的なものになるとホワイトなんですけども、その中でも色的には濃いのでシャープに見えますし、かといってですね、ブラックだとか、ネイビーのような超ド定番ではなくて、あえて少し綺麗な感じをするダークグリーンというところが非常にですね、バランスのいい商品だったかなというふうに思ってます。まあどうしてもですね、僕が日頃からお伝えしているアイテムというのはですね、僕のアイテムを見てもわかる通り、ブラックだとかダークグレーだとか、そういったものが多くなってくるんですが、たまには差し色的なものを着るのもですね、新鮮でいいなというふうに思わせてくれたのが、まさにこのシャツだったかなというふうに思ってます。グリーンレベルさんとはね、これからも動画のコラボレーションやっていく予定なんですが、それ以外にもですね、来年にはですね、面白い企画が今進んでいますので、そのあたりもですね、来年の初夏ぐらい、ぜひ皆さん楽しみにしていただければなというふうに思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、今僕が持っているこちら、ニューバランスのスニーカーですね。こちらはですね、992というモデルになるんですけども、これはですね、動画の中ではよく履いていてですね、まあなんとなくですね、認識している方少なくないかなと思うんですが、買ってよかったスニーカーの一つかなというふうに思ってます。今年はですね、もうなんといってもスニーカーの中では、ニューバランスがすごい勢いがあった年かなと思っていまして、もちろんナイキだとかアディダスだとか、そういった定番のスニーカーもいいんですが、
まあ、特にニューバランスはですね、履いてる男性すごく多かったですね。僕はですね、結構好きでこう青山あたりを歩くことが多いんですね。H Beauty and Use というお店が中でもお気に入りなんですが、そのあたりに行くと妙にですね、ニューバランスの履いてる方が多いんですね。まあ、それぐらいですね、感度が高い方にとってはすごく注目度の高いアイテムなのかなと思ってます。まあ、ニューバランスというのは昔からおしゃれが好きな方にとってはもう定番的な位置づけなんですね。ただその中でもですね、旬な時とあまり目立たない時がですね、やっぱり交互に巡ってくるわけなんですが、今年は久々にニューバランスの当たり年だったかなというふうに思ってます。まあ、ファッションにも傾向というのがあって、まあ、細身で正統派なスタイルが流行る時もあれば、まあ、今のようにですね、ちょっとサイズ感は緩めで、なんか正統派よりも少しダサかっこいいみたいなものがトレンドになるような時期があったりするんですが、まさしくですね、ニューバランスのスニーカーというのは、まあ、これをパッと見ただけですごいかっこいいと思う方って一般的には少ないと思うんですね。やはりちょっとですね、こうダサかっこよさ、おじさんっぽさがあるというところに味わいを感じたりするものなので、まあ、今のですね、潮流とはすごく合ってるのかなというふうに思ってます。僕もニューバランスのスニーカーは今年2足購入をしまして、普段からよく履いてるのは2002というものなんですね。これまたですね、買ってすごく良かったアイテムなんですが、こちらのライトグレーぐらいのですね、ニューバランスの992に関してはですね、ちょっと値段は高かったんですね。僕はですね、時々チェックしているスニーカーダンクというですね、なかなか店頭で買うのが難しいものをですね、ある程度手に入れやすいようなアプリがあるんですが、そちらでですね、やや高かったんですけど購入したのが、この992なんですね。結構レアなモデルなので、正直ですね、まだ一回も外では履いてないんですね。主に事務所で撮影用に使っているんですが、来年はですね、ちょっとさすがにこれも下ろしながら履いてみたいなと思ってます。まあ、このグレーの感じがすごく綺麗なんですよね。なんかね、クリーンで大人っぽいグレーで、これはですね、ブラックのスラックスなんかに合わせるとすごくバランスがいいんですね。まあ、すごく気に入ってるスニーカーなんですが、まだ外では履いていないというオチがあるのがこのスニーカーなんですが、来年はガンガン外で履き倒したいなというふうに思っています。はい、続いて5点目のアイテムなんですが、これはですね、今僕が着ているこちらのですね、シャツアウターなんですね。これはですね、ソーというブランドなんですが、これは僕自身がですね、今年始めたオリジナルブランドのものなんですね。まあ前々からですね、服のブランドをやりたいなというふうに思っていたんですが、まあようやくですね、僕の方で準備が整ってスタートすることができたのが、このソーというブランドなんですね。実はですね、今から4年ぐらい前に僕は自分のファッションブランドを持っていたんですが、まああまりにですね、その当時忙しくて、なかなかですね、この続けることができなかったんですね。ですが、最近このように YouTube をやることが増えまして、まあその中でも着用できるものだとか、自分自身が本当に気に入ったものを作りたいなということで、この新しいブランドを作ったんですが、こちらのシャツはですね、我ながらよくできたなというふうに思っています。まあちょっとですね、今のトレンド感のあるような CPO ジャケットっぽいようなデザインにしてるんですね。生地も厚みがあって、シャツアウターっぽい見え方なんですが、襟は外してバンドカラー状にしてるんですね。胸ポケットもちょっと大きめについていて、まあこれ1枚でも主役になるような形になっていますし、あとはですね、後ほどやってみたいなと思ってるんですが、寒い季節になったら、この上にですね、コートを羽織れば、冬にも使えるんですね。まあ、そういった点ではですね、春、秋、冬の3シーズン使えるような、まあ、便利なですね、シャツアウターに仕上がったかなというふうに思ってます。今年はですね、買ったもの、やはりブラックだとかダークグレーが多かったんですが、その中でもですね、個人的にちょっとですね、強化したのは、ベージュだとかブラウン系のお洋服だったんですね。まあ、着こなしの中にちょっと華やかさも出ますし、柔らかさみたいなものも表現できるので、このベージュ系の色をですね、使えるようになると、結構着こなしの幅が広がるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思ってます。まあ、僕のブランドはですね、結構受注生産という形でやっていまして、メンバーシップチャンネルというですね、僕の有料のチャンネルがあるんですが、その中で制作過程からですね、皆さんにお伝えしながら、
アンケートを取ってどっちの襟型がいいですかとか、どの色がいいですかとか、そういったことをですね、相談しながら商品企画をしてるんですね。そういった意味で僕の裏チャンネルであるメンバーシップの中で生まれた商品でもあるので、まあそういったところも含めて服作りをですね、楽しませていただいた1年かなというふうに思ってます。本当にペースとしてはかなり緩やかで、僕自身が着たいなと思えるものをですね、コツコツと丁寧に作ってるブランドなので、よかったら皆さんもですね、今後チェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いて6点目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちらのコートですね。これはですね、テアトラというブランドのデバイスコートというモデルなんですね。まあ前々から気になっていたアイテムではあったんですが、一番最初にこのコートを見たのは今からかなり前で、当時はですね、まだまだタイトシルエット全盛だったので、なんかちょっとこう見慣れないなという感じがありながらもずっと気になっていたのがこちらのコートなんですね。まあデザイン的にはですね、襟が大ぶりで少しボタンの位置が正面からずれているようなですね、形のコートになっていまして、まあ今旬な形のコートでもありますね。こういったデザインのコートは本当に様々なショップで見かけますが、本当に随分前からこの形のコートを定番的に作ってきたのがテアトラというブランドなんですね。かなり機能的な作りになってまして、ポケットもですね、たくさんあるんですね。これ見えづらいと思うんですが、かなり大きいですね。iPad Pro ぐらいまで入りそうなぐらいの大きさなので、この一着さえあればバッグを持ち歩かなくてもいいというぐらいですね、機能的な都会的なコートになっているかなというふうに思っています。まあ、素材自体もですね、小松マテールのものを使っているんですが、軽いんですね。で、あんまり厚みがないので、真冬はどうなのかなと思ったんですが、結構ね、保温効果もあって、あったかいんですよね。ですので、僕はですね、先ほどご紹介したような、自分ところのですね、シャツアウターの上に着たいだとか、あとはニットですね。一番下にシャツを着て、その上にニットを着て、さらにその上にこのコートを着れば、結構ですね、真冬でも対応できるんじゃないかなと思ってます。まあ、なかなかですね、人気の商品で、毎年ですね、真冬になる前に売り切れてしまうことが多いんですが、ぜひですね、このコート、一着買えばしばらく使えるかなと思うんですね。実際にこのコートが出始めてからだいぶ時間が経ってるんですが、未だにですね、人気モデルとしてこれは存在するものなので、まあ、気になる方はぜひチェックしていただければなというふうに思っています。僕自身もこのコート、おそらくですね、2月ぐらいもうガンガン着たいなと思ってるんですが、まあ、その時にですね、初めて真冬でも耐えられるのかどうかがわかるかなと思うので、そのあたりも含めて今後はレビューをしてみたいなというふうに思っています。はい、ということでラスト7点目のアイテムなんですが、1つ目、ユニクロから始まって、ラスト7個目もですね、やはりユニクロなんですね。今内側に着ているこちらのですね、プラス J のバンドカラーシャツ、ストライプ柄もですね、これは動画の中でもですね、しこたま着ていたモデルで、まあ、僕自身もですね、それだけ気に入っていたシャツなのかなというふうに思ってます。僕はプラス J のアイテムが結構好きで、このですね、コラボレーションラインの良いところって、やっぱり秋が来ないところなんですよね。まあ最初見た時にはそこまでインパクトがないので、まあなんだろうな、飛びつくようなことはないんですが、着てるとですね、地味に活躍してくれるので、長く愛せるのがプラス J の良さなのかなというふうに思ってます。こちらのストライプシャツもですね、すごくバランスが良くて、まず襟がですね、バンドカラーになっていて、今っぽいというところもすごく使いやすいんですが、サイズ感もね、これ S で少しゆったりめに仕上がってるんですね。ユニクロの通常のラインのものと比べると、多分ですね、ワンサイズとかツーサイズぐらい違うぐらいですね、かなりゆったりめなんですが、かといってだらしないぐらいのサイズ感になっているんですね。そして、このストライプの雰囲気もすごくいいんですよ。ストライプシャツ僕は大好きなんですが、なかなかですね、これっていう柄を見つけるのが難しくて、こちらはですね、ブルーとホワイトの2色を使っていまして、まあ結構ですね、遠くから見るとそこまで強くないんですが、近くで見ると割とインパクトが強いんですね。ですので僕はこれを単体で着るというよりは、その上にですね、こういったシャツアウターとかを重ねて着ることが多いんですね。もしくは上にジャケットを着てあげても様になるので、意外とですね、このストライプシャツが重宝したんですね。僕自身これがあまりに気に入って、
2枚購入したわけなんですが、まあ、それぐらいですね、お気に入りのシャツなので、まあ、今はさすがに見つけることはできないかなと思うんですが、運が良かったらですね、メルカリとかでもまだ売ってるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思ってます。本当に僕自身ストライプのシャツが大好きで、買い集めたいところなんですが、なかなかいいものが見つからないので、これはすごく気に入ってるのと、もうあまりにも見つからないので、僕はですね、今自分のブランドでストライプシャツをですね、試作中なので、そちらもまたですね、新しいものができたら、皆さんにご紹介ができればなというふうに思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では2021年に僕が買ったものの中で本当に気に入っているですね、ベスト7をですね、皆さんにご紹介させていただきました。本当にですね、様々な価格帯があったと思うんですね。一番買いやすいところで言うと、今も着ていますが、プラス J、ユニクロのアイテムがランクインしていまして、高いものはですね、ちょっとなかなか手が届きにくいものなんですが、まあ、複数年着るということで、僕はですね、思い切ってそういった投資もしています。結構ですね、僕は大切だと思っているのは、様々な価格帯を買ってみることだと思ってるんですね。まあ、昔だったら安かろう悪かろうというところがある程度はですね、言える部分があったんですが、最近はですね、本当に安いものでも良いものがたくさん増えてきている時代なので、そういったものの中からちょっと自分にとっては新たなトライとなるものをですね、してみるのもすごくいいと思うんですね。このバンドカラーのストライプシャツみたいなものも、ちょっとですね、単体で見ると派手に見えるんですが、プラス J の価格だからこそトライしやすいというところもあるので、そういった点ではですね、ユニクロのコラボレーションアイテムめちゃくちゃいいかなと思いますし、まあそれだけではなくて、ちょっと自分にとっては背伸びをするような買い物をしてみると、着るたびにやっぱり高揚感みたいなものがあるので、ミックスしながら楽しむのが一番いいかなというふうに思ってます。まあ、今年もですね、いろんなアイテムを皆さんにご紹介してきたわけなんですが、今後もですね、ユニクロ GU グローバルワーク、そしてそれだけではなくて、セレクトショップのオリジナルですね、僕の中では定番となっているグリーンレベルさんだとか、他にも様々なですね、優れたショップですとかアイテムがあるので、そういったものをですね、今後も皆さんにどんどん解説していきたいなと思っていますので、ぜひこれからもお楽しみいただければなと思ってます。まあ、ちなみにですね、今回の動画を見ていただいて、今年の皆さんのベストアイテムというものもですね、どんどんコメント欄を活用して書き込んでいただければなと思ってます。そちらを見ながらですね、僕も来年どんなものを買おうかをですね、改めて計画を立ててみたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。